カリオン農家でございます。何にもないね。全く何にも見てない。帰ってこられてね。前回コキアがね、カリオンに行ったのが、何週間前やろ。3週間ぐらい前かな。4週間前か。何にもありませんわ。今日はね、この古墳をちょっと見てみましょう。下もありますね、これね、はい、これどこのやつかね、どこであったんかね、ちょっと後で見てみましょうね。これどうなんだろうね、これほんまに石かね、これなんかセメントみたいに見えてしゃないんだけどね、はい、で、これが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 はい、これです、これね、はい、1号本、どこあったの1号本、あの中にあったよな、はい、北今市1号本、2号本がね、向こうにもあるんでね、あの向こうにも、あこね、あこにあるんで、はい、あこちょっと行ってみましょうか。これも珍しいんだよね、何にも見えてないとかね。ああ、水が下、はい、すぐり山古墳でございます。全長180メートルね、大きい古墳ですよね。入りますよ。この鳥なんだろう、綺麗な鳥や、大きいの、はいはい、はいはい、庭降りました、庭、ここですよ、ここに置いてあるんですね。あれさっきのなんだろうね、あれ、ここにね、今市1号墳、今市1号墳、2号墳かな、ここに置いてあるんだ。柏市だったかな、柏市北今市、ああ、前あれコンコで売ってたよね。これ発掘調査の時のね、あの石は何やったのね、あのこれもちょっと修復してたのね、中に墨を詰めてあるみたいな感じやな、はい、こんな感じでね、石棺を中に入れて上に土をかぶせてる感じやからね、大変は大変やね、作る方もね。まあ、ちょっと小ぶりの石棺ではありますけどね、これは。三つ葉三つ葉三つ葉四つ葉ないかい。35分だ。さあ、行こう。はい、つかみ橋やってきましたけどね、どれぐらい見えるかね、東側はここが何にも見えないね、はい、一番東はこれやね、はい、お寺の古墳、でその横見えないね、でここが半分か、これ一本松古墳やけどね、どうやろこれ、そうかな、行きますと、で、横が、ここが、スペリアの子。でね、あの奥の方ね、見えないね。奥の乙女山古墳見えない。はい。で、ここから、流れ山古墳見えるか、あ、見えないな。このぐらいの位置なんだけど、流れ山古墳は。見えないね。はい。で、この辺の古墳も見えんな。これが、人
杉塚古墳で、これが須山古墳です。須山古墳、あの横にね、大きな古墳があるの、見えるな、分からんな、まあ分かってても分からないから、見えないんやから、見えないな、はい、これが生地はあんな、はい、行きましょう。